何をやってるの、ゴート君。ゲートの使用は禁止したはずよ。先生は歴史に興味がおありですか？私は知りたい。定説通りなのか。例えば邪馬台国がどこにあったのか、本能寺の変の事実も確かめたい。中学で提出した研究論文を充実した報告書に直すことができる。残念ながらゲートで行けるのは決まった時空だけだ。一体どうしたの？真実を知りたい、それだけです。大丈夫？あなたらしくないわ。私を理解したと勘違いしていますね。そう、それは誤解だ。ともかくゲートの操作はやめなさい。ここは封鎖するわ。まるで隠し事でもあるようだ。隠すことなんて。待って、いいですか。私がこうしてメモを取るのは理由があります。コンピューター上の情報は虚構だ。信じられるはずがない。そう思いませんか？やはりおかしいわ。おかしいのは私じゃない。あなたが変わった。その理由は何です？何を？森村先生、あなたは本当は誰なんです？探査機で何か分かったかい？地上はどこも壊滅だけど、自動工場だけはフル稼働してる。怪獣の大増産よ。やあ、慣れたかい？この40年間にテクノロジーが煩雑化せず統合の傾向にあるのは驚かされるよ。昔の人間とは思えないね、君は。どうでしたか？予想通りよ。だろうね。どこも原発は安定してる。他国も同様の状態ね。奴らは自動工場を止めないように攻撃してる。自動工場というのは大きな工場なのか？自動化が進んだ結果、2080年頃から工場を単一で扱わず、全ての管理が自動なんだ。世界中にある12億の工場が統合されたシステムだよ。顧客の要望をもとにコンピューターが設計し、効率のいい部品発注から組み立てと製造の管理も自動で行う。人がその工程を把握する必要がなくなったんだ。何でも作れる地球規模の製造工場さ。コルカタとチェン内のプラントを調べてみたわ。この時代最大級の工場プラントだ。稼働率がここ3日で2倍になってる。前回と同じか。時期も合ってる。次の動きは間もなくね。森村さん、本当に私のいた2064年もこの時代のように攻撃されるのですか？間もなくあいつらは2064年にも現れる。それだけははっきりしてる。繰り返しよう。いや、少し違う。前回では騎兵はなかった。そうね。そっちは何か収穫があった？多少は。一部だが、地下の中枢からデータを引き出せた。ゴード君。ニュースのアーカイブです。事件報道なんですが、記録された年代に驚かされますよ。いつのデータなの？2188年。今いるこの2104年よりさらに未来の記録です。見せて。20日未明、人身売買斡旋と違法クローンの疑いで
有名者の役員ら8人が逮捕されました。当局は記憶の書き換えが目的の犯罪と見ており、組織的な手口から余罪を追及しています。記憶操作の犯罪は年々増加の一途です。インナーロシターなどのナノマシンを介してシナプスに記憶情報の書き込みをする記憶操作で、近年さまざまな犯罪で使用されてきました。今回の逮捕と類似のケースで、記憶を他の体にダウンロードする生まれ変わりが目的で行われた犯罪だけでも、昨年1年間で検挙は460件に達しています。記憶のダウンロードなんてできるのか。2188年6月の事件です。伊田君、彼の話は続きがあります。このニューメンという会社に関連した記録がもう一つあります。その3ヶ月前3月のニュースです。インナーロスターの大手入面社を敷島が POB で買収しました。敷島の CEO のコメントです。22世紀ナノマシンは飛躍的な発展を遂げました。肉体そのものを情報端末に変える技術、インナーロスターの登場で人類は一段進化し、今では誰もが当たり前に世界そのものを共有することができます。その先駆け入面のナノマシン技術は今後四季島の事業全分野で新たな原動力となるでしょう。これにより四季島はインナーロシターの世界市場でシェア第3位に躍り出ました。コメントにあったインナーロシターというのが僕たちの体にあるナノマシンだと思う？おそらく。ここでも四季島ね。事件の発端がさらに未来だとある程度予測できていたけど、2188年か。この2104年より未来へは転移できない。残念だけど確かめようがないわね。今はこの剣を追うよりゴート君が育った町を守らなくては。確かに時間はない。準備を急がないとね。2064年の学校に戻って他の二人の適合者の協力を得ねば。ゴート君、僕たちは騎兵の模擬戦闘だ。一緒に頼むよ。ええ。すみません先生、1985年で場所の用意が手間取って何日もこんなところに。非常事態なら仕方がないわ。ところでこの格好は君の趣味なの？お気に召しませんか？見た目の年齢を考慮して目立たない服を用意したつもりですが。はあ、歩けますか先生？私を呼ぶときは千尋でいい。人前に出たとき怪しまれる。はい千尋さん。さんもよしなさい。しかしよく私を見つけられたわね。記録を見ました。あなたの意識がこの子供にダウンロード済みだという記録を。この体は私のコピーよ。あれは適合者に戻れるかの実験だった。結果は失敗。だから記憶を封じたの。適合者とは
ゲートや騎兵を操作する資質ではないのですか。中枢の操作ができるのは適合者だけ。昔は私も適合していた。でも全て巻き戻った時、適合できなくなったの。それがどれほど重要なことか、あなたにもいずれわかるわ。私の本体は今どうなってる？先生はもはや別人です。乗っ取られたのだと推測しています。記憶の上書きを。明らかにこれまでと言動行動が異なります。今の彼女の行動は騎兵計画に反している。まるで426です。あるいはそのものかも。それで私を起こしたわけね。それだけじゃ証拠不十分よ。どちらにしても調べる必要があるわね。何せ私の記憶が封じられてから5年が経っている。起こされてみれば4セクターがこの惨状。まず5年間での出来事を教えて。いいですよ。でもここは落ち着かない。1985年でお話しします。設定はこれでいい。あとは生体認証がうまく通るか。うまくいったか。特定の制限を解除できたようだ。これで森村先生の ID を通せば先生の記録にアクセスできる。あった、彼女が残した記録だ。今日は2100年3月2日。記録年代に意味はないわね。攻撃が始まるまでおそらく4年。肉体のコピーから適合が得られるかの実験を行った。セクターゼロに移した私のデータを元にした。私の記憶を持つコピーだ。しかしコピーに適合性はない。私と同じだ。助かる方法はもうないのかもしれない。この実験の存在は伊田君にも教えていない。生まれたコピーは記憶を封じて昭和15年の三浦家に里子に出した。全く別の人間として生きられるだろう、奴らが来るまでは。まだあるな。最後に記録されたものだ。イラクも戻らなかった。残った騎兵も汚染されて使えない。もうトレステはあまりない。イージス作戦をやめした。この絵は人類の未来を犠牲にすることにある。私にその決断ができるだろうか。だけど、私と彼が存在するためにはこれだけが残された道だ。
どういうことだ。私の名で登録された記録がある。記録などした覚えはないが。私だよ、ゴーとレイヤだ。クレジットは確認したか。では問題ないはずだ。手配しろ。いいか、どんな手でもいい。彼女を始末しろ。あの計画を阻止するんだ。黙れ、それはお前の仕事だ。彼女の計画を容認すれば我々は破滅だ。止めるんだ、森村千尋を。今のは私なのか。この男は2188年の敷島の重役だ。私の未来の姿なのか。誰かとの通話記録のようだが、相手の声は記録されていない。だが話の内容はわかる。森村千尋の暗殺を指示してる。私が